えっと株式会社カマラボの代表取締役吉田真奈美と申します。本日はありがとうございます。よろしくお願いお願いたします。えっと現在は、えー、障害者支援事業、えー、放課後等デイサービスカマラボを行っておりまして、えっとそちらの、えー、管理者兼代表を務めさせていただいております。 お子さんたちが学校が終わってから来るような学童保育みたいな感じですか。はいはい、そうですね。はい、あの障害者の方やあのそれのグレーの方などがあのご利用されてそこねえっ、ー、と共に過ごしてあの療育を受けてお帰りになっていただくっていう形のサービスとなってあります。えっとマナさんがそのお仕事を始められたきっかけとか理由とかっていうのは何か。 もともと4年前に埼玉大学教育学部のロボット教室というと押し上げ教室というところでボランティア活動をさせていただいたのがきっかけとなっております。そこでプログラミングや皆さんの楽しいこととかをやっていたことをもとに鎌倉で「鎌倉ラボ」というものを3年前に立ち上げさせていただいてそこの教室が今のあの えー、カマラボンに行かせるようになっておりまして、はい、そちらの教材を今あの子供たちにさせていただいております。はい、少し障害の終わりになるお子さんとかが、はい、そのプログラミングを使って、はい、どういうふうに自分の好きなものを作ったりとかそういうことされるのか。そうですね。あのコンセプトとしては、うん、あの好きを研究する力ということで、うん、あの自分の好きなあのゲームだったりとかロボットだったりっていうところを療育を兼ねて。 指導員と一緒に、または、あの、利用者様と一緒に、取り組んで、一緒に取り組むっていう。あの、まあ、共通の場所、みたいな感じに、はい、なっております。はい、ボランティアをされて、いきなり企業ですか、それとも。最初、個人事業主とか、そういうです。そうですね、えっと、うん、フリーランスを、あの、そこで、はら、あの、挟ませていただいておりまして。そこで、四年ほど、プログラミング教室。 鎌倉市の七里ヶ浜の自治会館というところで、えー、スタートさせていただいておりましてそこが延べ、えー、50名ほど研究員の方がいましてでそこであの教えさせていただいておりました。教材としては「あのマインクラフトエディケーションエディション」というあのマインクラと普段のマインクラとちょっと違ったプログラミングを特化したものを、えー、と子どもたちに提供させていただいてそこの,あのプログラミング はあの子供たちに好きになっていただきたいなってことで始めさせていただきました。ご自身もお子さんがいらっしゃいますよね。はいそうです。はい何人いらっしゃるんですか。そうなんです。三人。お三人。三人のママさんなんです、ね。<laughs> そうなんです。なるほど。10年ぐらいあのシフをさせていただいてありまして、うん、はいそこからあのボランティアで埼玉大学の方でお手伝いさせていただいて、でそこからあのフリーランスでやらせていただきました。 で一番上の長男があの3歳の頃に、えっと、鎌倉市の発達支援の,あの検診で子どもたちといろんなあの活動をする中でやっぱり本人がちょっと目立つところがありましてやっぱ落ち着かなかったりとかあと皆さんが座ってる、まあ、絵本の時とかでも本人は立ったりとかっていうことでちょっと目立つことが多いなっていうところでちょっと本人としては。 あのそこが他の子と違う。っていうところが、やっぱりちょっと目立っていたので。これで発達支援室、あの発達支援教室の方に。あのお伺いして。で、えっと、そこから療育をさせていただいておりました。はい。じゃあ、あご長男が結構きっかけになられてる。そうですね。いすねはい。あの、やはり言葉の、えっと、コミュニケーションが。すごく、あの大変で。 あの特に3歳からプレー教室に通っていたんですけどそこの幼稚園はちょっとお断りをされてしまって、うん、で、えっと他の幼稚園さんに移ったんですけどそこでもやっぱりあの他の子を噛んでしまったりとか、うん、言葉が言えないからこそやっぱり伝えられない部分がたくさんありましてそこでのトラブルが ありまして私もすごい頭を悩ませていました。で他のお母様もすごく皆さんうちの長男に対してすごくあの好意に持っていただいてそういうこともあるよねってことでおおらかに見ていただいてたんですけどやっぱり本人としてもどうしても言葉に言えない部分あと行動に出てしまう部分でやっぱ戸惑いはあったっていうのは今あの。 大きくなっってかから分かったことですそこでやっぱり療育をしっかりと小さい頃からこういう時にはどうするんだっけっていうのをこんな時どうするっていうのをしっかり学んどくとやっぱり本人のためになのかなと思いましてうん、うん、そこで中学生になった時にほかごとでサービスを開いて本人の合う療育をちょっとやってみたらどうかなっていうのをちょっとそれもきっかけだったかなと思います、はい、最初主婦から えー、フリーランス個人事業主になられて、そこから今度ステップアップして今会社も作られて,てうそうですね。<laughs> どん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 ステップアップをされていますね。<laughs> そうですね。うんうん、はい。そんなお母さんを見てお子さんたちはなんておっしゃってます。そうですね。なんて言ってるんでしょうね。<laughs> <laughs> 何言ってるんでしょう。<laughs> どうなんだろう。て言ってるんですよね。でもやっぱり家族が仲良くて。うん 日曜日もまあ、土,土曜日も日曜日も、も土曜日あのお仕事が終わってからなんですけど、も家族で出かけたいっていう気持ちはすごくたくさんありまして、家族が一緒にいるからこそ、やっぱりそういう気持ちになれるのかなと思っています。はい子供もやっぱりもうママ構ってみたいな感じは <laughs> たくさんありまして。最近は寝る前に必ず。 あのみんなでウノをやるウノをやって、必ず次男が勝つんですけど。そうですね。まあキアやとやっておりまして、やっぱそこのあの愛情がやっぱり積み重なっていくのが本人たちの将来があの安定するのかなと思っているので、そこをあの今構築している感じです。なるほどなるほど。じゃマナさんの職場にお子さんもそうなんです。はい、完璧で一番手がかかります。 今お忙しいけど忙しいけどやっぱり朝もあの朝ごはん作るのに、まあ、今日もそうですけどやっぱり朝ごはんをやっぱりしっかり作ってあげたいなって、まあ、ずっと主婦は言ってたのでやっぱりこう作ってあげたいなって気持ちがすごく強くてやっぱり今日もあのかぼちゃの煮物とかちょっと10分だけでもできるかなって思って。 ちょっととさせてあのさしたりとか主婦をしながら起業、まあ、していたので、うん、まあちょっと洗濯も畳めないとか、うん、そういうなんかあの自分のこう、ねうん、ちょっとそれがやっぱりあの格闘するところもあるんですけど、うん、でも子どもたちと一緒に畳ゲームみたいなのを夜一緒にやったりとかそういうのちょっと工夫しながら仕事をしつつも。うんうん やっぱしあの主婦としてもあのしっかりやりたいなと思っていますので、はい、そこの両立,両立が難しいんですけどやっぱり4月始まった会社始まった時はすごくやっぱ戸惑っていたんですけどでも本当に家族のフォローだったりそこも工夫をしながら、はい、続けていけたので、まあ、今続けられてるなっていうのは実感していますね、はい、ご家族の支え嬉しいですね。 そうです、ね、ですね。こののマークもあ <laughs> お子さんのデザインちょっと、あのーはい、ここ次男が作って頂い,いてこれをあのデザインして、えー、とプロのデザイナーさんにちょっとあの加工して頂い,いたって感じですけどじゃあもうマークにもお子さんのデザインが私がよく、あのー、グッドだよってやるんです家でグッドだよってやるのでその グッドをや,やっぱりカマネコちゃんにもさせたいカマネコちゃんって言うんだカマネコちゃんって言うんですけどもうグッドボタンみたいな感じで二つグッドをあのしてるやつをデザインしていただきました、はい、いいですね支えられてますねそうですね、うん、もうやっぱりみんな子供私もそうですけどやっぱりお子さんってやっぱり母親大好きなのでやっぱそこを受け止めてあげるのがやっぱり一番いいのかなと思っているので 本人としてもすごいママ、まあ、大好きって言って,言って私も大好きだよって返してあげるっていうのは大事なのかなと思っています。はい。じゃその大好きだよをする時間を確保しながらそうなんです。うん、って感じです、ね。そこが難しい。そうですね。そうなんだよね。でもちょっとのやっぱり朝ちょっとぶあの本人が好きなブドウをちょっとつけてあげるとかそれだけでもやっぱり愛情だと思うのでそういうのをちょっと工夫してます。うん、はい。じゃあ最後に今そのお仕事を通してそのお仕事の 中で、これからカマラボで実現していきたいこととか、こういうことを達成したいなみたいなのとかって。ありますか。仕事で、どうしての運って何かありますか。そう,すね、そうですね。やはり、あの、きな、あの、気持ちってすごく大事にしていきたくて。やっぱ、それを、あの、達成するのって、本当に難しいと思うんですよ。こういう子たちとて言いますか、私たちも、やっぱり。 難しいところがありまして、まあそこを一歩でもお手伝いさせていただけたらなと思っておりますので、はい、やっぱりあの業者さんもそうですけど、まああの自分の好きってことをどん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 プラスしてあの行けるお手伝いが今後できたらなと思っております。はい、好きをプラスしていくお手伝い。そうですね。お手伝いはい。いいですありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます <laughs> した。<laughs>